フランクリン・ジェームス・シャフナーは、アメリカ合衆国出身の映画監督、演出家。宣教師の父親のもとで、東京に生まれ、16歳まで日本で過ごす。父親の死後アメリカに戻り、コロンビア大学で法律を学んでいたが、第二次世界大戦の勃発に伴い、ヨーロッパ、北、アフリカ、アジアで従軍。後には OSS に所属していた。帰国後、テレビ業界に入り、 CBS でディレクターとして活動する。後に映画化されて有名となったオリジナル版の12人の怒れる男、ハーマンウォーク原作小説の儀曲化作品をドラマ化したケイン号の反乱軍事法廷、人気シリーズ、弁護士プレストンなどのテレビドラマを演出。これらの作品により合計4度もエミー賞を受賞している。 1960年にはアレンド・ルーリー原作の舞台作品野望の系列を演出。1963年に劇場映画監督としてデビュー、猿の惑星などの大作を手掛ける。1970年のパットン大戦車軍団ではアカデミー作品賞、監督賞など7部門を受賞した。1987年から死去する1989年まで、 全米監督協会の会長を務めた。また、協会が設立している全米監督協会賞には、厚労賞の一つとして、フランクリン・ジェイ・シャフナー厚労賞が設けられている。ありがとうございます。